はい、今日は昨日のイベントスタンスネーション長崎で、出展にあたってご協力いただいたグランツコートさんに来ています。代表の吉見さんです。こんにちは。はい、昨日はありがとうございました。いい、ありがとうございました、はい、せっかくなんで、そしたらグランツコートのお店についてちょっとご説明していただいてもよろしいですか。はい、はい、うちの方は鹿児島県の霧島市溝部町にありまして、溝部空港から車で5分、スーパーカーで1分。スーパーカーだと1分です、はい、場所にあります、はい、非常に立地のいい、はい、アクセスは、はい、すごいいいですね。抜群ですよね、はい、でどういったことを、されているお店になりますか。作業内容です、ね、はい、作業内容は、輸入車のディーラーさんの仕事が、はい、メインでやらせてもらっています。はい、あと一般のお客さんの分で、はい、ボディーワーク、はい、電装品取り付けなどやっていますね、はい、まあ、コーティングだったり磨きなんかをメインで。そうですね、はい、やられてる感じですかね、うん、はい、車種的にはどういった車種が多いですか、ね。後ろにあるアウディ、はい、ランドローバー、レンジローバーなど入庫率高いですね。あ、その辺が入庫率高い、うん、であとはあれですよね、ラガーコーポレーション取り扱いの肝臓ホイールだったりだとか、あとエアロパーツの取り付けなんかも特筆されてるんですよね。そうですね、はい、はい、でデモカーの方にも装着されてるってことなんで。そうですね、はい、大体常時 1,2 台デモカー作ってますんで。あ、そうなんですね、そちらの方にも、はい、大人気の BC フォージと。あ、なるほど、はい、じゃあ後でちょっとそれを辺をご紹介いただいて、はい、はい、だと後ろからのこの圧がすごいんですけど、はい、はい、さっきからマクラーレンの 600LT なんかすごいスーパーカーも入ってます、はい、でちょっとそのまま車の説明に行きましょう、はい、で今回こちらの車っていうのは納車待ちっていうふうにお聞きした。そうですね、はい、はい、今オーナーさんから、はい、アメタンの、はい、アナーキー、アナーキー取り付け予定ということですね。そうですね、オーダーいただいて、すごい。でなんかオプションもなんかすごいんですよね、この。そうですね、もう、はい、車がすごくて、はい、どれがノーマルでオプションなのかが分かんないぐらい。もうオプション変更盛り、オプション満載の。なんか噂だと、もう1台車が、まあもう1台というか高級車が1台買えちゃうぐらいの。買えますね、はい、うん、なんかオプション満載の車両みたいです、はい、で 600LT ってことなんで、オナラバのなんか軽量でちょっとパワーが出てる、うん、はい、さらにパワーが出てるモデルなんですよね、はい、なんで専用のカーボンのバンパーだったりだとか、はい、あとは後ろなんかもすごいと思うんですけど、リアバンパー全部カーボン、絶対に擦れないやつですね。これはちょっとすごっ、下まで全部カバーですよ、これ。これ前に走ってないけど、走ってたらこう車間距離をめっちゃ開けないといけないやつですね、はい、でスルーしちゃったんですけど、まさかのスパイダーっていう、はい、すごい車が入ってますね。じゃあこういったスーパーカーも、はい、グランツコートさんにはそうですね、お任せってことですか。シートも、シートがもうなんかシートがめちゃめちゃ軽量なんですよね。そうですね、はい、標準のモナーマルスパイダー、もうスーパーカーに肝臓ホイールならもう、じゃあぜひグランツコートさんへお問い合わせください。はい、はい、続いてこちら、ご紹介させていただくのが、グランツコートさんのデモカー、アウディの Q7 になります。はい、現行モデルの、はい、Q7 のベースが S ラインになりまして、はい、メット R の、メット R のロシアのチューナーですね、はい、のフルエアロ、すごいいかついフロント周りになります。そうですね、RS 風ですね、はい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 、じゃあグリルなんかも。そうですね、はい、グリルも車外の RS 風メッシュグリル、はい、なるほど、はい、で気づいちゃったんですけど、この辺もなんかピントワークが付属されてる。そうですね、これは、はい、通常のメッキのエンブレムに、はい、キャンディースモーク、ブラックを薄くかけて、はい、ちょっとなんかガンメタっぽく、はい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 、ブラッククロームっぽくも見えますよね。そうですね、じゃあこんなピントワークもお任せです、ええ、でここの方に行って、おっとタイヤホイールが、ラガーコンプレッション取り扱いの、はい、BC フォージと、はい、土屋さん、これは何ていうデザインですか。テロップで入れておきます。1
CA38116、はい、あ、キャリパーもペイントされてますね、これ。そうですね、キャリパーも、はい、おーブルーで、はい、MTR のロゴ入りですね、はい、メントアールですね、こんなコンプリートカーみたいな。そうですね、足回りあとロアリングキットでローダウンして、はい、センターキャップ珍しいですね、DC コーディング、これね、レッドセンターキャップ、なんかでも感じとして合ってるけどね、 S ラインのこのワンポイントのアッカーと、ね、DC のアッカーと、車高もこれ絶妙ね、あとこれもなんかボディ同色ペイント、同色ペイントですね、車がこう締まってまとまって見えますよね、これウィンドウォールもしかして、実はウィンドウォールはラッピングですね、一緒ですね、アウディ4駆なんで前後ろ一緒ですね、でテールがメットアールのリアバンに、リアバンパーにイヤハウフ、そうですね、こっから下ね、はい、こっから下がで、マフラーはノーマルマフラーで、マフラーカッターがグロスブラックですね、でディフューザーもグロスブラックで、塗り分け、そうですね、ちょっとこれ内的に僕映ってるからね、あ、すごい塗り分けになってます、中がマットブラックですね、あ、3色なんですね、そうですね、マットブラック、グロスブラックとボディ同色、ボディ同色で、この辺のレンズ類もトーン、そうですね、それに合わせて、キャンディースモークで、スモークペイントで、スモークペイントっぽく、はい、エンブレムもキャンディースモークをかけて、はい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 、でテールランプは純正のアフターパーツで、あ、純正オプションで、そうです、そうです、スモークテールレンズです、すごい、めちゃめちゃなんか締まってます、渋い、はい、であとは今回、たまたまご入稿、している海苑もちょっと見ても大丈夫ですか、社長。あ、これも BC 入って、はい、22ですか、22ですね、2コンチのスポーツコンタクト、はいはいはい、コンタクト6、コンタクト6、またリムホワイトなんですね、これ、すごい、これエアロは、はい、エアロからちょっと言っていいですか、エアロはこれはどちらのエアロになりますか、これはテックアートの、あ、これテックアートなんです、はい、怒られちゃう、これ田口さんに怒られちゃう、これ、あ、ホイラーとリアディフューザーと、これもリフレクターは、あ、本当だ、スモークペイント、スモークペイントですね、サイドは仕事り同色ペイント、はい、はいはいはい、前もテックアウトももちろん、なんかオートサロン、今年のオートサロン思い出しますね、本当に、うん、新型現行開演軸って言ったらあんまりいないんで、はいはい、すごい目立ちますし、かっこいいですね、あとちょっとグランスコースさんはちょっと探検隊しちゃいます、S クラス、はい、S クラス、はい、お昼ご飯を食べに乗せていただいた、はい、S クラス550マンソリーの方に入ってますね、はい、マルチスポーク21インチ、すげえなぁ、CLS 257でしょ、257かこの BC 入ってますね、ダークブラッシュドブラック、ブラッシュドブラック、はい、ブラッシュドに、スモーククリアになってあるんです、正解、ちなみに土井パフォーマンス、これデザインはテロップで出てきますだっていっぱいあるんだもん、これさ、いや、まあまあコンケーブしてるね、すごいね、これ、CLS は、うん、確かもう結構いけるオフセット、すごいえげつないオフセットいけます、プラス7とか8とか、そうなん、これぐらいいくやつもあるんで、めちゃめちゃ渋いです、この太いホワイトリボンと、すごっ、中めちゃめちゃ綺麗じゃないですか、これすごい、今日届いたばっかり、じゃあアメ車もお任せくださいって言っといていいですか、そうですすごいです
ベルエア16年はー、レンジはレンジも DC だね。はい、GWC ですね。新しい、すごい、ラグジュアリー BC 初のラグジュアリーシリーズ、うんうんうん、GW シリーズ、うん、セダンとかね、SUV とかね、はい、似合うよね。ちなみに作業は今、はい、これ本当新車が日本に入ってきて袋もかぶったままのド新車で、なのにバンパーとかがないっていう、もう家に入ったらもうバラバラです。 ある種すごい根拠ですね。じゃあもう本当に新車の取り扱いはもう任せてくださいって感じですね。これ仕事りですか。そうですね、今もうサフェーサーまでは入って今塗装待ちなんですけど、これ皆さん簡単に考えますけどめちゃめちゃ大変なんです、大変なんだよね、めちゃめちゃ大変です。こう絞取るのに研ぐのもこう機械とかで研いじゃうと溶けちゃうんですよね、はい、だからこう手とかでこうゆっくり研がないといけない。もう最終水研ぎなんでこんな白くなってますけど、あとここに塗装待ちで、へー、はい、やっぱりこう絞取りとかって多いですか。多いですね。あ、うん、まあ、やっぱり最終クオリティ求めると、はい、脂肪取りしないと、はい、やっぱり脂肪取るって同色とかに塗るとこう車閉まって見えますよね。そうですね、一体感も出るし、うん、はい、というわけで今回は、昨日のイベントスタンスネーション長崎出店にあたってご協力いただいた、グランツポーツさんの店舗を紹介させていただきました。以上、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ラガーコーポレーション取り扱いの商品はぜひ鹿児島のグランスポーツさんまで、お問い合わせください。ボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に実はですね、今大雨洪水警報、はい、出てます。なんでちょっと本当は、グランスポーツさんのこのかっこいい車を別のところに行って動画撮るっていう予定だったんですけど、ちょっと動画の内容的にもちょっと予定が、ちょっと変更になってしまって、ちょっと残念な内容になって大変申し訳ございません。ご了承ください。はい、っていうかその前に俺らがもうそもそも帰れるのかっていう、はい、そうですね、ちょっと今日撮ってるのが、7月1日1日なんで、ちょっと7月1日のニュースをちょっと調べていただければ多分分かると思うんですけど、ちょっと九州大変なことになってます。はい、で、まあ、昨日も頑張って帰ってきたんですけど多分ボツになっちゃうかな。昨日の帰りは完全サバイバルです、はい、そんな感じなんで、ちょっと天候が、もう本当にせっかく九州鹿児島まで来たんで、いろいろやりたいことたくさんあったんですけど、ちょっと本当に、天気だけが、どうにもならなくて、ちょっと動画もちょっとグズグズになってるかと思うんですけど、まあ喋ってる人間がもっとグズグズなんで、はい、ご了承くださいませ。